それでは皆さんに頭に入れておいていただきたい今後考えられるサイクル。こちらはブルーマーケットのサイクル。まずは左下、アキュモレーション、蓄積。ここでは賢い投資家が新たなトレンドの出現を嗅ぎつけ、新たな強気相場を期待して投資を始めるんです。その次にやってくるのがトレンドエマージェンス、トレンドの出現。ここでは高値と安値の上昇を繰り返します。徐々に強気な価格推移を示しています。次にやってくるのがシェイクアウト、振り落とし。ここでは最初の上昇相場は疲弊し、続く下落相場が十分な疑念を生み、握力の弱い投資家を振り落とすんです。そしてモメンタムビルディング、モメンタムの構築。この段階ではより多くの市場参加者に強気相場の存在が明らかになります。センチメントが健全なトレンドを後押しします。そして次にファーストセンチメントエクストリーム、最初のセンチメントの極端さ。市場に対する姿勢は健全で、強いトレンドを維持することができ、センチメントが中程度に極端になるのはこの段階の終わり頃です。そして次にやってくるのがブルトラップの逆、ベアトラップ。過大評価とサイクルの終焉に対する懸念から調整局面が現れます。しかしこの調整局面では新たな買い手が現れ、次のサイクルに向けた基盤が提供されるんです。その次にやってくるのが Renewed Optimism、 楽観主義の回復。市場参加者は前回の調整から自信を取り戻し、株価は最高値を更新していきます。これにより強気な市場心理とトレンドがいつまでも持続するという考え方が強まるんです。そしてやってくるのが先ほども出てきた FOMO、 トレンドが加速するにつれて FOMO、 つまり取り逃すことへの恐怖、それが投資家の間で生じてくるんです。この時期になると最も情報に疎い市場参加者が株式市場に参加し、株は毎日のようにメディアにも取り上げられるようになります。そしてブルーマーケットの最後のサイクル、ユーフォリア、幸福感。多くの市場参加者は市場サイクルの古いルールはもはや適用されず、本当に今回は違うぞ、価格は無限に上昇するぞと考え始めるんです。投資家の合理性が失われ、無限大、そしてその先まで上昇する、そのように考えられる最も激しい局面です。株価は稲子タワーを作るんです。そしてその後は、今のサイクル、ウォーレン・バフェットが一言でまとめてくれています。強気相場は悲観の中に生まれ、懐疑の中に育ち、楽観の中で成熟し、幸福感の中で消えていく。強気相場に入った今、今後皆さんに見ていただきたいのはメディアであったり周りの投資家、彼らがみんな株高でものすごい幸せそうにしていたら、あなたはそれを冷めた目で見ないといけないんです。あなたも一緒になって阿波踊りを踊っていると、いつか痛い目に遭う可能性が高いんです。今はどこでしょうかね。まあ、強気相場が始まったばかりですので、左から二つ目のトレンドエマージェンス、トレンドの構築、このあたりかなというふうに思います。